この時のオスカー・フォン・ロイエンタールはいわば宇宙第二の実力者であった。帝国中央の兵権がオーベルシュタイン、ミッターマイヤー両元帥に二分されていることを考えると、ノイエラントに限定されているとはいえ、ロイエンタールの軍事独裁権力は帝国の重臣たちの中にあって最強かつ最大のものであった。この強大な権限と実力とがいずれの方向を志向するか、この段階においてはロイエンタール自身にすら明瞭ではなかった。